それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、立憲塩村氏、私たち氷河期もっと怒っていい。自民が氷河期世代などがマジレスでバッサリワロタワラをお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、立憲塩村氏が有権者を怒りで煽るも氷河期世代などがマジレスでバッサリワロタワラなのであります。以下引用。塩村彩香参議院議員、立憲さん、私たち氷河期はもっと怒っていい。だから自民党の裏金政治を許してはいけないし、多額の企業団体献金が政策を歪めたことを非難しなくてはいけない。なぜなら企業の要望に従い人件費を抑える派遣法の拡大が行われ、多くの若者が非正規雇用で社会に放り出された。並行して正規雇用の皆さんの実質賃金も上がらず、失われた30年となった。結果団塊ジュニア世代が就職氷河期となり、少子高齢化につながっている。退職金もなく年金も国民年金のみという40から50代があと15年もすれば高齢者に突入する。裏金問題はパーティー券を買える団体や個人の要望が政策反映されることも明らかだ。買えない皆さんの声は後回し。だから老後が不安で財布の紐も固くなる。個人消費が GDP の6割弱を占めるこの国だから、これでは経済も停滞する。裏金は経済停滞の一因になっている。裏金解散と言われているが、それを否定するのは選挙後も利権政治を続けるということ宣言に等しいと取れてしまう。みんな怒ろう。田中圭さん、怒って民スーントーン政権にしてみたら、とどめを刺されて適齢期も過ぎたんですよ。我々氷河期は、氷河期世代を釣りたいならせめてまともな経済政策の一つも出したらどうだ。なるさん、氷河期世代にとどめを刺したのは民スーントーン政権なんだけど。袖付きの主会さん、私は氷河期世代だが、民スーントーン政権の事業仕分けによって仕事を失った人間を何人も見ている。電気代が上がり続ける、原発停止や再エネ賦課金を作ったのも民スーントーン政権。立憲民主党に投票するやつはあれ、1に血も早く滅んでほしい。マイカアットマークご自立島さん、じゃ民スーントーンが与党になった時何したの。止まらない円高をひたすら注視するだけで何にもしなかったじゃない。民スーントーン時代に劇的に氷河期世代や当時の新卒を雇用率が上げてたらいいだけでしょう。いつまで自民党が悪い言うねん。裏金もオタクの安住さん筆頭にやらかしてるやん。三好隆行さん、立憲共産党ん嘘は良くないな。立憲民主党が国内に与えたダメージは計り知れない。新卒採用の数を見ても明らかだし、コンクリートから人へと出張して職人の単価が削られるのに拍車をかけたのは当時の民スーントーン、つまり立憲民主党の前身だ。森木はじめさん、ポストについてる批判意見はこの画像1枚で全部封殺できるので、さすが民スーントーン行き届いている。クリフさん、君たち民スーントーンが行った政策による円高で学費が払えず、友人が卒業直前に専門学校を辞めることになってね。そのこと担当講師が職員室で大泣きしていた光景が今でも目に焼き付いているよ。私たちが他日沼で語り継ぐよ。お前たちが多くの人生を狂わせ、それを反省もしていないことを。ベネコさん、民スーントーン政権があまりにも頼りなく口ばっかりだったなって感想しかないので、埋蔵金とかなわらそこを顧みて、ここはダメだったのでこうしていきたい、だから応援してくださいって言う話にならないのが支持されない原因ですよ。立憲さん、相変わらず自民がわらわらわら同じででも国民民主には期待するよわら。 NAO アットマーク家族がくも膜下出血で老媒中さん、私は氷河期世代、ぶっちゃけ裏金とかどうでもいい。15年前に自民に怒り期待を込めて民スーントーンに投票したら余計に悪化した。非正規どころか職さえななくなった。そういう感覚が強いのもこの世代だと思いますよ。その世代に対する具体的な政策を挙げなきゃ響かない。
裏金でその世代に響くと思いますか。マーキュリー55さん。氷河期世代を苦しめたのは自民党も当然だがね、とどめを刺したのはリーマン後の兆円高を放置しまくったミンスーントーンのやつらなのよ。そしてこいつらの作った再エネ法に未だ苦しめられてる。太陽光パネルという次世代へのゴミを量産してね。引用終了。私たち氷河期はもっと怒っていい、みんな怒ろう、などなど立憲塩村彩香氏は怒りを煽るような投稿をしてますが、そのポストに対して立憲の前身であるミンスーントーン政権への失望とお前が言うなというコメントが多数ありますね。あの時期待して政権交代した当時のミンスーントーン政権にも怒っている方が多いようですが、ところで政治家でしかも現役の国会議員が大衆を怒りで扇動しようとしとるの草葉園は。そして今の荒れってる自民党への怒りがあったとして、もっとひどくて荒れってる我が党に投票したいとは思えんのよね。だから自民党の裏金政治を許してはいけないとのことですが、お前らの言うてるいわゆる裏金問題ってのは自民党だけじゃないよな。お前らや他のヤートゥーン議員にも不記載の議員おるやろ。また現役世代にとって裏金が言うてもそこまで響くとは思えんのよ。経済対策、社会保障、外交、安全保障などを具体的に訴えることが大切なことなのでは。一部のヤートゥーンさんは選択的夫婦別姓が、同性婚が、裏金問題が、統一教会が言うてるけど優先順位そこなんですかね。ヤートゥーン第一党の代表が街頭演説で裏金議員を裏で支える、政治裏裏裏の自民党政治に決別しようではないかとか言うて、自党の政策を主張するよりも真っ先に裏金問題を批判しとるからね。全く期待してないけどマジで絶望的ですわ。あの悪夢の政権のミンスーントーンの後継政党である立憲に対するネットのコメントがこちら。以下引用。君は怒られる側であることを自覚した方が良いと思う。とりあえず実現可能かつある程度納得できる経済政策を出してみような。氷河期世代はミンスーントーン政権に激横だから、おいらも氷河期だけどさ、下がりかけた景気をさらにどん底に突き落としながら反省のかけらも見られないあんたらの方に怒っているんやけどな。裏金なんてどうでもいい、マジで自分の懐じゃないお金などどうでもいい、むしろそれしか言えない無能に何を任せられるのか疑問しかない。でっていう、自分の党も裏金もありお酒も配ってしか得意ないじゃない。何ができるかわからない人に仕事触れないのは当たり前じゃない。おひ氷河期世代にとどめを刺したミンスーントーンが何か言ってんぞ。お前らが氷河期悪化させたのに何言ってんだよ。裏金よりお前ら、お前らだよ。俺たちが今からやるべきなのはミンスーントーンを第二政党から失脚させて公明党を連立できないレベルで弱体化させることやな。対立できない議論レベルのヤートゥーンと腰巾着野郎が失脚すれば自民党は別にどうでもいい。マジで裏金とかどうでもいいんで国が豊かになる政治してくれないですか。裏金なんて我々個人のポッケには1円も入ってこないのでどうでもいいです。そんなこと追求してる暇があるならどうしたら経済成長するか国が豊かになるかを議論してほしいです。俺たちを利用するな。氷河期と裏金なんにも関係ねえよ。2行目ですでに話の筋がずれてるわ。誰の懐にいくら入ろうが知らん。ここまで来たら同じことよ。助けてくれるならそいつを信じる。先に結果を出せ。俺たちは口約束で踏みにじられてきたんだよ。その氷河期世代を救うためにミンスーントーン政権で何かしたかって話なんよ。一回騙された人間にもう一回騙されてくださいとか人の心ないんか。ほんならミンスーントーンが政権取った時に氷河期世代を救済する政策取りましたか、結果出しましたかって話やね。円高放置して国内企業にダメージ与えて雇用や新卒採用を冷え込ませた連中のお仲間が何氷河期世代の味方ぶってんのや。引用終了、などの声があった。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、
あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。